こんにちは、ビバベリタスのちえです。私はビバベリタスブライダルっていう名前で、ウェディングドレスを作っているんですけど、ほとんどオーダーメイドで作っていて、今日は6月に挙式の花嫁さんのウェディングドレスを作っている途中だったので、ちょっと工程をビデオに撮りながらお見せしていきたいと思います。ちょっと仮縫いが終わって、最初にまず仮縫いって言って、シーチングでドレスを試し縫いするんですけど、それが終わってそれをほどいて、今から本縫いといって、本当に実際使うレースとかの生地で縫っていくところなんですね。で、ちょっと途中からになるんですけれども、見てみてください。こちらが身頃です。それでサテンを縫って、カットしたんですけど、これに仮縫いしたシーチングをつけて、縫っていきます。これによって、芯の役割っていうか、しなやかな芯ですね。アイロンだと結構ちょっとガチガチしちゃうこともあるので、しなやかな芯という意味で私は、手縫いしていきます。透け糸でします。で、その後に、ロックミシンでひそ始末をしていきます。ロックミシンは重機のものを使っています。もう10年ぐらいかな、ずっと使ってます。で、そのサテンの上に重ねるのがこちらのレースの生地です。とっても綺麗です。レースでビーズとスパンコールがついてキラキラしています。ただビーズがついてるのは結構始末が大変です。これからお見せします。で、これはレースの生地を裁断しているところです。私はマットとロータリーカッターでやるのが一番綺麗にできるかなと思います。ちょっと見えると思いますけど、こうやってカットしてる時にもうビーズがポロ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 落ちてきちゃうんですよ。カットが終わりました。身ごろすべてです。はい、これが身ごろのすべてです。で、こちらは肩のところから切り替えがあって、ここからこのシフォンの袖をつけていくデザインになっています。シフォンの袖も出来上がりました。さて、縫い始める前にまず縫い代についているビーズを取り除いていきたいと思います。ビーズそのままでミシンにかけてしまうと針が折れてしまうので、ペンチで潰していきます。なんでその場所の、ビーズを切らないかっていうと、このビーズって長い糸でつながってて、一箇所切ると全部ポロポロポロって落ちてきちゃうので、潰していきます。はい、今日はここまでです。今日は、上半身のボディスを、レースを切って、レースのビーズがついたのでビーズを取り除いて、で袖付けまで終わりました。明日にはスカートを作っていきたいと思います。またビデオ撮れたら撮ります。見ていただいてありがとうございました。じゃあねー。